先月11日に JRA 棋士を引退した藤田七子さん27が12日自身のインスタグラムを引退後初めて更新したファンの皆様と当てられたメッセージは以下の通り全文この度は私の行動によりファンの皆様並びに多くの競馬関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げますまた 私の言葉で皆様へのご報告が遅くなり、申し訳ございませんでした。私事ですが、先月10月11日をもちまして、棋士を引退いたしました。今後につきましてはまだ何も決まっておりませんが、許されるならば、今後の競馬界のますますの発展に、私なりに尽力させていただけたらと考えております。これまで8年8ヶ月、棋士藤田七子を応援していただき、 本当にありがとうございました。藤田七子、原文ママ。藤田さんは先月、2023年4月頃までに調整ルーム居室内に通信機器を複数回持ち込み、外部と通信を行った事実が発覚。その後、機種免許取り消しの申請を自ら JRA に提出し、受理された。